すごいコンパクトでいいと思います。その可搬性というか持ち運びやすさっていうのはすごくデザインで重要だと思うので、イヤホン並みにどこでも持っていけるのはいいなと思います。そうですね、空間の音がすごく取れていて、多分この場所だったらこういう砂利の音とか特に高音のね、あの擦れた音とかすごくよく取れるし、まあ、楽器だったらそういうアタック音とかとても綺麗に取れるなと、すごく分かりやすいというか、直感的にコンプレッサーとかリミッターの設定はすごくかなり簡素にできているので、プリセットも十分いいので、まあ音量だけ揃えれば他に必要なことは特にないと思うので、これは誰でも扱えるんじゃないかなと思いますね。音質の中にコンデンサーマイクとオーディオインターフェースとっていう機材でやってるので、まあでもツアーとかどっか出かけた時は iPhone だけでやったりとか、まあノートパソコンに安めのインターフェースつけてとかやったりしてるんですけど、まあそれと比べたらもうこのマイク一つで十分音質的には担保されるなと。気合い入れた機材とか、まあ、ものすごく高価だったり重かったり、まあ、電源の問題とかあったりすると思うんですけど、まあ、これだけ軽くていい音で撮れるっていうのはすごく新しくすごい機材だなと思うので、ぜひ試してみてほしいなと。生活の中でいろんな場所に行くときに、まあ、iPhone とこれだけ持っていればその空間の雰囲気音も全て映し取れるんじゃないかなと思います。ぜひ使ってみてください。